キングベッドを探す。うん、間違いない、ここだ。これ違うな。これか？あった。あった？ちょっと見せて。これの、あ、そう、これ。これ見える？うん。これを撃つ。あれ？触るのか、もしかして。お。これ触ったから喋ってるのか。ああ出た。で、イマジナリーフレンド。待って、これは翻訳しないのかよ。はい、イマジナリーフレンドの絵。あ。で、ちょっと待って、もう次調べるわ。ゾンビだけ倒せよ。あ、待って、ここのさ、バグってる床から撃ってくる場所だよここ。マジか、本当だよ。ちょとりあえず犬。待って UAV の音すんだけど見えねえんだけど。え、壊した。はい。あ、犬来た犬来た。オッケー。オッケー。ちょっと犬誘導するわ。ピン刺したら犬倒してくれんのかな。どうだろう。あ、やってるやってる。やってる。あ、やってるやってるやってる。あ、出た。あ、出た。あ、もう出た。テッカー付きノートパソコン。いや、ストームコーラでいいのかな。着いたよ。止めるよ車。ああ、これストームコーラ倒すだけだわ。オッケー。うん、入る。あ、いるね。待て、この人らストームコーラを積極的に倒してる感じじゃないやん。やるぞ。いやいや、でもワンパンなんだよな俺。あ、でも減ってはいるよ。あ、ちょっとやめて。座れる。マスクがなくなる。わかる。ちょっと座んといて。とね、火力足りねえよ。マスクなくなったら終わり。あ、死んで？あ、出てる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 。ストームコーラ生きてるけど出てる。なんで？知らない。ゲット。さよなら。おお、してきた。してきた。してきた。我々、ゾンビの新しいダークエーテルの裂け目に行くためのアイテム、隠しアイテム、まあ、秘密アイテムか。アイテムの強化段階のプロセスにいるんだけど、その強化のプロセスが3エリアのある特定の区画だけでゾンビを制限時間以内に狩るという方法なんですけど、3エリア最近人集結しまくるから、そんなの無理だということが分かったので、制限時間、このフィールドの制限時間が過ぎてみんな脱出する時間になって3エリアから人がいなくなったらやるという作戦に今移行しております。なんてめんどくさいんでしょう、この謎解きアイテム。もう失敗したらアイテム消失するだけなんだよな。いや、そう。ああ、いや、そんな遠くはならないと思うんだけど。なんか全然三角にならないな。あ、なりそう。あ、あった。あった。どこだ。ここ。そこか。やっぱちょうどここだったんだ。
や、そこで円の中で倒さないとね。了解です。ナイフの使用を極力控える。うん、これさ、永遠に謎解きやってる方がいいアイテム出るまである、もしかして。 ありそう実際はさ、プレイヤーたくさんいるからうまくいかないんだろうけどさ、うんうん、あー終わった。あ、できた。もうね、完成されたエーテリウムクリス。え、これ確定でこれ出てくるの？うますぎ。やばい。もうしゃあないから使うしかないな。あれでも、三角に見えたのそっちだよね。強化されたアイテム、そっちの手持ちに入ってない？いや、入ってない。どういうことなんだこれ。これ全部やればいいだけなのかな。なん、そうなんじゃない。じゃあ次、やっちゃおうぜ、次。うん。で、多分こっから三角が見えるんでしょう。あ、そうだ、そうだ、そうだ。はいはい。はい、OK。間に合うぞ、じゃあ。あ、どうだろう。割と来てるな。その三角見るの俺じゃないとダメなんじゃ。アイテム持ってるの俺だよ。そういう、うん、今言われてもだな。そういえば。今言われてもだな。まあまあまあ、別に今回エルダシジル行くし。次でやって、やりゃいい。待って、召喚を実行って俺が押せるんだけど。おい、殴られた。いた。待って、召喚を実行って押したら、アイテム、消えたわ。消え、うん、この赤くなっ、どっかになんか、硬いやついない？いるかもね。なんかまだ視界はよどんでるからどっかにいると思うけど。後ろについた。こいつか、こいつか、こいつ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 、おい、これか。お前か。じゃあまだ全部はうまくいってない。できてないね。できてないよ。召喚を実行ができてね。はい、あ、できた、できた、できた。強化された？強化されました。じゃあ1個今うまくいったってことか。そう、一個うまく。あ、そういうことか。召喚を実行しないで普通にやると報酬バカうまいけど、召喚実行すると強化。ははは、ちょっともう時間ないっすね。行きましょうか。エルダシジル、はい。え、じゃあこれ、無限にやればいいじゃん、これ。アイテムうまいよ、ね。クソうまいぞ。んちょっと待って、召喚の実行、今押してる。あ、もう邪魔くせえ。あ。できた？あ、うん、多分アイテム着ていたから多分できた。じゃああとはゾンビ狩りまくりゃいいんだな。でもなんかちょっと怪しいんだよ、召喚の実行さ、長押しのやつが半分ぐらいのところで消えてアイテムも消えたって感じだからバグったかもしんない。ええー、やるだけだよ、しゃあね。うんうん。あ、でもなんか喋ってるぞ、ラベノフ。あ、いや、どっかに犬出てるわ。あ、で、あの、三角が赤くなったら犬が出る。あ、オッケー。なんか今回やたらゾンビ多くね。毎回こんぐらい来てくれ。ほんとよ。赤くなった。犬どっかにいない？いたぞ、ファッキンドッグだ。殺せ。こっちだ、こいつ。あ、待って、上行くわ。上に出るんだよね。あ、俺に倒させる気でいる？大丈夫だろ、多分。買ったこの犬。いや、マジで硬い。まかこれ、じゃないと、きついぞ、こいつ。犬、ちょっと待って、犬の目視ができてね。もうちょい、もうちょい倒せる、もうちょい倒せる。倒した。どっか出てない？あ、出た、出た、出た。OK。はい、できました。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。あ、台座はめたら、もう出せる、出せる。もう強化終わり、全部。全部終わり。あとはめるだけ。はめてこい。ちょっと援護してほしいよ、援護してほしい。ちょっと俺も援護してくれ。それ、長押ししたら、違いますって出るとかじゃないの？出ない。出ない。これ、キリンだな、明らかに。
それこれなんこれか多分これはいあと大事これ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 あったあったあったこれはねこれはい次これこれこれでこれメガモデルらしいはあでえ違うあ違うミスった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 えじゃあ置き換えできるんじゃないのできるなんか紙っぽいところを間違ってんじゃないそう三紙が3個あるから分かりづらいああ光ったでけたメガボデマフ呼んでねえんだけどおーいあ出たあれメガボ出るんじゃなかったっけ嘘ついたあれ動画で出てたけどあもう一応生きるは生きるけどあと待ってアイテムがねタスクしてるあなんか出なんか出てるなんか出てるあなー出てきたおメガボ出るじゃねえかよお呼びじゃねえんだがじゃあ倒すいいねマゾライのメガフォミネーション誰ちょっと仲間に入れよう でマゾライ今無敵だわ多分メガフォ倒さないと本当だマゾライって誰知らねえ違う俺もう犬呼ぼうあもう呼んでいいはーい、よし、やった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 。で、メガ、あ、マゾライ、やれる。誰弱くね。よ、マゾライ弱いな。オッケー。あ、で、なんか出た。紫玉。あ、ほんとだ。あ、シジルだ。あ、シジル。ご丁寧。ところでさ、将軍。うんはい、石板が見えるじゃん。できるじゃん。やろうぜ。でも毎試合毎試合これできるならさ、うまうまだよな。ねえ、めちゃくちゃうまい、ね。バックいっぱいにできるじゃん、このアイテム。うんうん。ちゃんとなんか使った分回収してさらに、おかわりも。そうそうそう。これはあの、SDGs。SDGs 持続可能なゾンビ社会。ちょっと助けて。いや、ちょっと。あ、終わった。あ、出た。うま。うますぎタイム？うん、うますぎだこれ。確定だもん。バカうまいじゃん。あ、うますぎ。これまだやろうぜ。うますぎるだろ。タスクやるより全然うめえだろこれ。このゲート何？変えるのそれ？おわ崩れた。ああだよね。で？石柱を探してます。お願いします。あ待ってなんか光ってるよ。フィールド周り見渡したら3箇所。本当だ。あ、こんなわかりやすい。もしかしてじゃあ一番左行くかじゃあ。オッケー。あとついでにさ封じ込めレベルまたリセットされてね。まあついでに信じらんない。どこだ。地上歩いてるからあったあったあったわかりやすいな。これをなんかめっちゃゾンビいる。封印を有効か。はい。あ、で、あ、出た、出た。メガアボは。これでタスクが発生する。おい。まあいいや、とっととメガアボ。紅茶で飛ぶ前に、
メガアボどこ？あっちか。メガアボの戦い方もう覚えちゃったな。まあ犬いるからちょっとダメかもしれんけど、交渉に陣取ってレーザーを吐くのを待つと。そうそうそう。あ、ちょっと遠いな。あ、ちょっと遠いな。ちょ、俺もそこに。ああ、もう。ちょ、ノーボー。はしごここにあり。あ、マジ。はい、来た。来た。VR11。あ、楽。ああ、強いな。あ、なんか金マスク。それあれじゃない？無限マスクじゃないの？なのか。俺なんもないんだが。え、待って、なんかまたなんか謎解きアイテムみたいので拾ってんだけど。待って、これわかんない、これ。え、それ謎解きアイテムなの？え、刺激的な掲示って。は？何それ？いや、さっきのさ。あの柱触ったじゃん。え、まさかさ、この世界でさらに謎解きあるとか言う？いや、ありそう。ご勘弁。ちょ、ゾンビやばい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 、ちょっと待って、本当にやばいよ。いや、じゃあとりあえず次のタスク行こう。大丈夫、そっちは大丈夫。ちょっと、まあ、ビビったんだけど。ゾンビ多すぎじゃね？いまだかつてないほどのゾンビが来てて本当にビビったわ。これエルダーシジル、スコーチは必須だな。わかる。あ、待って、俺 VR11 があるんだから仲間にしちゃえばいいよね。この世界のゾンビさ、なんか変だよね。仲間になっちゃえ。そっちの柱どう？ちょっと待って、封印を有効か。待って、拾えない拾えない。ちょっと待って、もう、まあ、捨てたわこれ。3パンとか。はい、パッシブアイテム。あ、パッシブか。足速い。え、なんでそんな速い。足速い。あ、なるほどね。あの、自分を強くできるアイテムだったわ。なるほどなるほど。そんなのがあるの。そう。じゃあ次のさ、マスクがアイテム。いや、マスクじゃなくて、あの、ほう、この世界特有のアイテムで。まあいいや、次のマスク行ったとこで分かるよ。マスクは結局何なの？マスクは普通に無限マスクだと。あ、消費してガスマスク。やばすぎ。待って、俺死ぬかも。ちょっと待って。お願いします。届くよね、さすが。届く。まあ、VR11 で仲間作ったから大変なことになってる。大変なことになってる。待って、ちょっと俺の言ってること理解してほしいんだけど。あ、カバンに空き、はい、ある？空きはないっす。あ、ねえのか。じゃあダメだ。カットにしてください。カバンに空きあったら強くなれるよ。何、持ってると有効になるみたいなやつなの？あ、そう、持ってるだけで有効になる。まあ、でも今ちょっとセントリーガンとか保持してる。いてえ。あ、ちょ、やばい。アップね。まあ、次のタスクが何かによる。せや。あ、ちょ、核だ。PND ってこの辺？なんかあの、もう有効化してるこれ。どこで起動してんのか分かんなかった。あ、ここ、それか。あれ、それか。ちょ、仲間作ろう。バンクラー仲間にできりゃいいのに。ここね、パッシブの強くなるアイテムあれば面白いわ。そんなのがあるのか。あ、やべ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 。ちょ、ゾンビ多すぎだろ。エルダシジルやばそう、これ。これでさ、メガアボのあのバーゲンセールになったらやばい。やばいね。
いやでもここスコーチはマジで最強だわ。いやでもさ、ワンダーワッフェがあっても多分強いと思う。あ、そっちも強い、絶対強い。すぐ拾おう。あ、ベレー帽だ。ちょっと待って、ちょっと待って、拾えない。もういいや、カジミル投げる。あ、ちょっと、ミミック。いや、結局石板で稼いだやつを捨ててるよ、もはや。いや、もう次行こう、次。次。だいたい、開いたカバン。あー、開いてない。あー、開けないと強くなれないよ。じゃあ、ちょっとちょうだい。あ、いや、ちょっと次のタスク、あの、拾ってから見させてもらう。そのパッシブアイテムとやらを。いや、その次のパッシブアイテム、ここでもまだ新しいのが手に入る。あ、そうなの？うん。あ、じゃあ3個手に入ってんの、今。そう、3個手に入る。で、全部効果違うから次なんだろうなって感じ。ああ。でも待って、これが、なんとなくだけど、エスコートな気がするの。うん、だから今、捨てるわけにはいけない。あ、そうそう。いかないセントリーガンを。待って。封印を有効化ってしたら。なんか強そう。これ。うわ、なんだこれ。すべて。いや、なんか強そうで。おい、それ拾ったら最強になれる。あ、やっぱ護衛だ。いや、シャナ、エーテルツールレジェンド捨てた。で、拾った？拾ったけど。カバンの中見てみ。その効果書いてある。すべてを滅ぼす力を発揮って書いてある。わかんねえ。わかるかも。え？でもなんか敵撃ったら緑になってなかった今。わかんないけどダメージ増えてんのかな。うん。まあいいや、ちょっと護衛だからさ、やっぱセントリーガン必要だねこの世界。うん。え？なんかぶっちゃけ足速くなる方がいいな。足速い。え、足早いの。一番最初は何だった？一番最初が、その、違う。刺激的な掲示っていう高みを狙えば弾薬はさらに輝くって書いたんだけど。は？これで敵撃つと爆発するんよ。へぇ。じゃあ、ひとまずこの世界にはパッシブアイテムが3つあるという。3つあるね。てか、ボタン押すか。押した。これさ、うん、エルダーシジルきちくね、このエスコートがついたもん。きついよね、絶対。いや、パッシブありきだと思う。すべてを滅ぼすって、いまいちわかんない、これまだ。なんか、レート早くない？元からこんなんだよ。なんか、あと、弾が赤い。あ、そりゃそうか。じゃ強くなってんのかな。何が変わる？ちょっと、何これ。マクラーの大群。5体いる。これ確実にエルダーシジルの時にベレー帽必要だな。傭兵呼べるって言うんだから。あ、そうだね。カジミル使おうかな。うん。だ。でもベレー帽がどんなんなのかまだよくわからんから。ずっとついてくるタイプなのか、何回かにクールダウンがあって呼べるタイプなんじゃないなのかな。ちょ、結構ダメージ食らってる。守って。消費するタイプだから多分1回限りだこれ。え、そうなのかな。うん、傭兵仲間を呼びする。傭兵に変装しってなってる。変装するのか。自分が傭兵みたいな見た目になるからね。お前が傭兵になるんだよってこと。そういう。傭兵弱いけどな、この世界。おおす。あ、これあれだ、俺、あった。へっしょだ。へっしょか。じゃあへっしょしまくって頼むから。俺はへっしょすると爆発する。あ。うん、爆発する。へっしゃで爆発するもん。すごいすごい。強いよ、これ。今のうち仲間作ろう。インスタ。あ、じゃあ、インスタで仲間を作れば、最強。
このタスク終わったらこの世界に何か隠し要素はあるのか見てみたいな。あ、絶対ある。今のところ野生のメガボいないけどさ、エルダーで多分大変なことになるんだろうな。なると思う。わあ、それさ絶対強いよね。うん、ちょっと交換しね、その最近の力と。捨てるよ捨てるよ。はい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 、はい、拾った。それ拾った。それヘッショでボンボンするよ。わかったわかった。おわあ、私死ぬ。危ね。最後のカジミール。俺あと1個脱は。ちょっと仲間作ろうかな。それ分かりやすくなんか強くなってる感じするそれ。する？あ、いや、こ、そ、そっちのさ。あ、まあ爆発だからね。うん、俺のアイテムはどう？な、何が違うの？いまいち分かんないね。すべてを滅ぶ力の発露ってもの。あれかさ、この ACV4 箇所 ?4? マジか。あ、待って、カジミールまだ2個あるから大丈夫。俺はあと1個。うん。ここでなんか終わりじゃない気がするんだけど。まだあんのか、もしかして。普通に頑張んないとやばいやつ。カジミールめっちゃいるやん。ちょっとよろしく。俺は仲間作る。うん。いや、ちょ、やべ。あ、やばい。ミミクに耐える。やばいな。あ、耐えればいい。あ、違うな。ここで終わりだな。終わりか。4個か。4箇所。4箇所回るんだ。あ、インスタ。結構、ここ、ただのシジルでこれだからやばいぞ。これさ、間がこれ必須じゃない？わかる。リロードしてたらさ、あ、デッドワイヤーも出た。それさ、絶対グレポンと組み合わせたらまたベレー帽だ。あー、グレポンマガこれやばそう。ベレー帽1個いる？あ、ベレー帽持ってるよ俺。あ、全部出た。ああ、ずる。俺ベレー帽2つなんだけど。これ使い捨てアイテムだと思う？ベレー帽。ベレー帽使い捨てっぽい。消費してってなってるから。説明文は使い捨て。じゃあこれ複数個持ってった方がいいとかあるのかね。あ、どうなんだろう。でも実際必要なのこのエスコートだけでしょ。まあちょっとフィールド散策しようか。うん。てかもう範囲が若干狭まってきてあんまり行けない。なんで喋った？振動。なんで喋った、マジで。なんでしょ。あれ？ねえ、なんかスポはあるんだけど。え？ちょっと来て。マジ？うん、今来てる。いや、何それ。壊していい？壊そう。あ、答え。これさ、わかった。わかった。フィールド上にいくつかあるパターンだ。あー、待って、あ、でっかいのある。でっかいのある。でっかい。え、何これ。あ、あったあったあった。多分フィールド上の全部壊したらそれが壊せるの。あ、そういう気持ち悪い。ある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 。ちょっとゾンビの数えぐいて。とりあえず俺は上から探す。よろしく。気持ち悪い、マジで。びっくりした。でも全部で何個あるか分かんないんだよ。マップの端っことかにはないと思ってるんだけどね。ちょ、マジで俺このパッシブナイト普通に死ぬわ。せか、俺スコッチャで飛べるから足速いのも上げるか。そうだよ。どっかで。あんまりその余裕ないけどな。てかさ、そのパッシブアイテムこそリアクスにしてくれりゃいいのにさ。ねえ。あ、あった。
あった？はい、壊した。あ、じゃあ置いとくよ。どこ？あー、わかった。ちょっと待って。はい、あ、パッシブフルセット。はいはい、あ、待って、ベレー帽使っちゃった。ベレー帽使っ、バカ野郎。待って、俺パッシブも拾う枠ないな、これ。あ、ない。アトミックハンター、アトミックハンター強さ分かんなかったから置いていこう。あ、なんか足早い。フルセット持ってないとダメなさのありそうな気がしたんよ。それは確かにありそう。あ、もう壊せるわ、でかい。マジ？てか、なんかあのダン兵長がいるけど。いや、それ俺が召喚したやつ。実犬だよな、もはや。まあ、だよ。あれ、ちょっと待って、なんか這いつくばってんだけど。こいつめっちゃ弱いんじゃね。死んだ。おい、死んだぞ。え？あ、でもなんか違うキャラじゃなくてそれお前だったわ。あ、そう、俺変装してるから今。え、これベレー帽めっちゃ弱い、もしかして。そんなことある。あ、じゃあ卵いくか。じゃあ、うん、卵結構ローにしてる。うわぁ、はい。なにこれ、ギャンシー。なんかこれ、なんだ。あー、ちょっと待って、3体いる。ここにボスが3体いる。ほんとだ。しかもギャンシーのって書いてあるから最後にミミクやった。出てきそう。ナイス。今マングラやった。多分マングラやらんといかんやつだ。マングラやった。あ、で、ギャンシ本体入る。あ、オッケーオッケー。じゃ、後ろやばいよ、やばいよ。やばいかも。ちょ、仲間作る。ちょ、これならベレー帽より VR11 で仲間作る方がいいじゃねえか。絶対こっちの方がいい。ヤンシー大してダメージ入ってないな。回復してる？あ、これ回復してるわ。なるほど。いやー、多すぎ多すぎ多すぎ。猿投げた。猿に反応してるよ。ねえ、なんかミミク復活してんだよ。どういうこと？わかる。え、なにこれ、時間差で復活してんの？あれ、なかなかえぐい。しかもギャンシ回復してるし。さっさと倒さないといけないってことか。じゃあ、え、これカジミールめちゃくちゃいるの？カジミールあったから使う。ギャンシどこ？ギャンシここ見た。さっさとやらないとやばいな。入ってる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 。待って、ギリミリでなんか復活させてる。最低。いやー、ギャンシ回復するぞ。あれ、これさ、6パぐらいじゃないときつくね。うん、きつい。ギャンシに襲われてる。待て、助けて。無理。俺、えぐい。ギャンシミミクやり、ミミクも一体いる。ギャンシ一生ってくるんだが。よし、どこ行った？あ、ギャンシここにいる。あ、いや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 。死んでくれもう。やった。どうなる？あ、ディサイプルの設計図解除。え？リサイクルの設計図。武器の設計図のことか、これ。あの報酬の裂け目は違うよね。一
応、いや、あれ、心臓あった場所だからそうだよ。やった。これ、あ、エルダー出た。お、マスクだ。あ、本当。あ、マスクだ。いいじゃん、これ。タスクプラスもう1あるじゃん。やった。まあ、エルダーシジル俺持ってるからいいや。とりあえず、一刻も早くここから帰ろう。帰る。あ、帰る場所、帰る場所近いよ。どこ？こっち、こっち、こっち。あれ。俺さ、あ、待って。何？帰るとき、どうすんだっけ？俺リーダーだよ。また下着帰る。え、これマスクの説明一瞬見たんだけどさ、未使用時回復って何、うん、なんかよくわかんないんだよね。体力回復するって意味？ああ、そういうことか。なんかマスク壊れそうになった時に使うと、前回マスクが治るよって。バカ弱いけどな、それだと。ベレー帽はバカ弱いってことがわかった。でベレー帽、何あれ？まだ強さは分かってないだけかもしれない。え？ここから強くなる未来見えるぞ。あれだ、あの傭兵に変装してるから、あの傭兵のさ駐屯地とか行っても撃たれないとか。誰が喜ぶそれ。楽だなって。あ、シークレットチャレンジだって、さっきの設計図、たまたまだじゃん。